ちは、戸田学です。今回は昭和27年、1952年の黒澤明監督作品、生きるについてのお話です。2022年、生きるは第二次世界大戦後のロンドンを舞台に、名優ビル・ナイ主演で、生きる、リビングとしてリメイクされました。日本でもテレビドラマや宮本亞門の演出でミュージカルとしても舞台化されています。また、丸瀬太郎がスクリーンのない映画館として語り芸にもしました。雪が降る中を志村たかしの主人公が一人でブランコを漕ぎながらゴンドラの歌を歌うシーンは有名です。この映画はあと75日しか生きられない男の物語を作ってみようという黒澤明の発想から始まりました。脚本は黒澤明、橋本忍、小国英世の3人で練り上げました。撮影は7人の侍、デルスザーラの中井朝和です。映画が始まると胃のレントゲン写真が映り、無感情なナレーションが入ります。これは、この物語の主人公の胃袋である。噴門部に胃がんの兆候が見えるが、本人はまだそれを知らない。主人公は志村たかしの渡辺寛治。市役所市民課の課長で30年近く無遅刻無欠勤。毎日書類にハンコをつくのが仕事です。彼は病院で胃潰瘍と診察されますが、実はそれが胃がんで余命がいくばくもないことを知ります。人生で初めて仕事を無断欠勤して、初めて自分のお金でおでん屋で酒を飲む。そこで伊藤雄之助のちょっと太宰治みたいな分子と知り合い、歓楽街へ繰り出します。ダンスホールでゴンドラの歌を志村たかしが目に涙を浮かべて歌います。短し恋せよ乙女赤き唇汗ぬ間に。黒澤明はこの世のものとは思えない歌い方をしてくれと志村たかしに命じました。映画前半の悲しみのゴンドラの歌は映画の後半では幸せの賛歌のようになります。役所の部下の藤原鎌足や山田美之助、左牧伝、千秋実、田中春夫、日森新一のむさ苦しいおっさん連中に混じってこう一点色の黒いやたらとコロコロと笑う山から取れたてのお猿みたいな女の子がいます。小田切美希です。彼女は200人以上のオーディションで選ばれた俳優座の研究生でした。彼女は役者を辞めたくて退職届に判がいるので渡辺寛治を訪ねてきます。自分を理解してくれない金子信夫の息子夫婦よりも天真爛漫な小田切美希に心が癒されます。喫茶店で志村たかしは自分が胃がんでもうすぐ死ぬと告白して彼女に尋ねます。つまり君はどうしてそんなに活気があるのか。全くその国旗がある。つまりその、わしには羨ましい。わしは死ぬまで、そんな雰囲気、ぜひ知りたい。それを抜ければ、とても死ねない。わしは何かしたい。ところがそれがわからない。君はそれを知ってる。彼女は言います。ただ働いて食べて、それか！それだけよ。こんなもの作ってるだけよ。彼女は再就職した工場で作っているウサギのおもちゃを出します。ぴょんぴょん飛んで進むウサギのおもちゃ。こんなもんでも作ってると楽しいわよ。これを作り出してから日本中の赤ん坊と仲良しになった気がするの。ねえ、課長さんも何か作ったら？もう遅い。いや、遅くない。役所でもやればできる。ただ、やる気になれば。志村たかしはウサギのおもちゃを掴んで喫茶店の階段を降りていきます。そこで誕生日パーティーが開催されていて、ハッピーバースデートゥーユーの歌が流れてきます。彼は生まれ変わりました。役所へ出勤し、役所中でたらい回しにされていた下水で汚染された土地への児童公園設置の仕事に取り掛かります。そこにナレーションが入ります。それから5ヶ月。この物語の主人公は死んだ。映画の後半は渡辺寛治のお通夜のシーンです。その場面での関係者の人間模様と回想でその後の主人公の足取りと人間を描きます。最初黒澤明と橋本忍が書いた脚本を後から遅れて参加した小国英世が読んで、黒澤これあかんわと言いました。何があかんのだ。
お前の話だと主人公は途中で死ぬぞ。さらには主人公が死んでもシナリオは書けるよ、ともアドバイスしました。そこでこれまでにもない斬新な構成の映画が誕生いたしました。ちなみに山田裕二監督の夜間学校を描いた学校では、映画の後半、田中邦衛の猪野さんが死んだというニュースが飛び込んできて、その猪野さんの物語が始まります。これは山田裕二監督が自分の作品で生きるを使ってみたかったということによる創作です。志村隆は、黒沢さんの語りたいことの根底には常にヒューマニズムがあると私は思っています、と話しています。